男子女子ともに1つ目の準優勝戦では選抜メンバーが順当に勝ち上がっています。競争水メンバー男子の準優勝戦は2つ目ラスト11レースを迎えます。対戦メンバー1号艇静岡金子義也、2号艇東京沢崎優也、3号艇愛知三浦洋次郎、4号艇大阪大平義也、5号艇静岡庄司康介、6号艇大阪浦上拓也、以上の6名です。ここはコースラスに目立った動きはありません。男子のシリーズリーダー得点率1位は1番の金子、強力パワーを誇る動き、やや外枠では取りこぼしもありましたが、内よりは安定した動きを見せます1番金子の陰線。予選連帯外していません。2番の沢崎が2コース、そして3コースに3番の三浦、ダッシュ勢は4コース稼働。こちらは男子の選抜メンバー、このレースはただ1人4番の大平、5コース5番の庄司は前半戦勝って迎えます。6コースに6番の浦上です。3対3、枠なりで決まります。進入台形は1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。先頭1番金子5輪、3番三浦。